今日は修学相談の日。ぼんやりと希望の学校は見えてきた。不安と緊張があるけど、この選択でいいのか。希望の学校に行くためには何が必要なのか教えてほしいな。はじめまして。本日はよろしくお願いします。あそこの学校とこっちの学校、学校での生徒の様子はどのような感じでしょうか。子供に合っている環境を相談したくて。そうですね、制度上はこのような違いがあります。この学校の場合は専門の免許を持った先生がいて、こっちの学校には専門の免許を持った先生がいません。それは私も調べて知っていることなんだけどな。あ、ちょっと失礼。気になるようでしたら学校見学に行ってみては。こちらも専門性の高い学校に行くべきだと思いますがね。専門家がいて手厚いですよ。やっぱり専門家がいると違うのかな。でもその学校家から遠いし、今までのお友達はいないんだよな。私はもう一方の学校も気になってるんだけど、相談員と思うような相談ができずモヤモヤしたり、相談員が自分の考えや思想を押し付けてきたりするとき、どうすればいいんだろう。皆さんこんにちは。こんにちは。修学活動トークを始めます。あの動画がね流れました、うん、おきまりさんとシムケールさん。はい、おきまりさんいるよね。そうなんですよね。これがなんか全然いい人だし悪気もない。そう、悪気もないんだけど、でもあの相談になってないみたいなやつですよね。もうなんだろう、アップデートできてないというかね、もうなかなかこう対応できない人も多いなと思う中で、ただやっぱりそういう人が当たっちゃう時あるじゃない、うんうんうん、だってこちらからなかなか選べないわけだから、相談員っていうのが。そういう時どうすればいい。おきまりさんとかシムクエルさんがいた時の講師用術っていうのを53ページに書いてあるんですけど、一、はいはい、つはですね、大体自治体に相談員さんは2名以上いる方が多い、いるいる、はい、多いですね。1名体制ではないので、そうした時に他の人がいるんだったら変えてくださいって言って変えていただいた方って、あのインタビューの中にいらっしゃったんですよ。でなるほどと思ったので、まあ、直接言いづらいんだったら必ずその修学相談課の課長さんみたいな立場の方がいらっしゃるので、る、ね、はい、そこにすいません、はい、ちょっと担当変えてもらえますかって言ったら変わることができるので、まあ、まずは合わない人とねずっとやるとストレスになると思うので、うアドバイスが合わないなとかちょっと心理的にしんどいなと思ったらそのまましなくても交換するってことができます。とまずはね相談してみるってことですよね。 そうそうそう、その人でないとダメじゃないってことですね、うん、その通りです、うん、で次がですね、プロに頼るの術で、まあ考え方が自分に合っている NPO の団体とか親の会に相談するっていうのも良いと思います、うんうん、自分のこととして考えるけど他者の意見というかいろんな経験のある人の意見、うん、そうですね、ということですよね、はいはいはい、でこれもあのいろんな考えを持っていらっしゃる団体さんがいらっしゃるんですね、うん、本当に通常級に行きたいっていうお母さんにお父さんに対して対応していらっしゃる普通級に行かせましょうみたいな団体もあれば、うんうん、地域の中で地域のことを教えてくださる親の会もあれば、うん、ワークセプションズのようにある程度こう中立でシートを使って勉強するみたいな構造もあるので、うんうん、自分に合っているところをあの見つけるのがとても大事だと思います。割とあの情報公開はホームページだったり YouTube とかでされていることも多いので、検索してあの自分に合うところを探してみると良いと思います。これはね今の時代は本当増えてきたなっていうの、うん、17年前はなかったので、もう一つありますね、はい、でこれもプイロに頼るなんですけれど、教育や福祉などの考えが自分に合っている地域の議員さんに相談すると。議員さん、つまり市議会議員とか区議会議員とかいうところですね。はい、はいはい、でこれね割とあの私も緊張したんですよ、うん、議員さんに話しかけていいのって思うんですけど、うん、割とあのインタビューをいろんな方にしていくと、うん、議員さんから突破して、うまくいってる方のケースは結構あったんですね。確かにその議員さんのお仕事ってその市民の困りごとっていうのを相談受けますよっていうのをよくね言ってらっしゃいますよね、選挙活動とかでも、はい、そうなんです。なのでまあ一自分のことと思わずに、これ教育全体に関わることでもあるし、うん、他の障害のある子どもたちの同じような事例もあるかもしれないので、もしねあの身近にというか区議さんのホームページ見て本当に直接メールしてもいいと思います。ね、であの地域の
勉強会に招待していただくこともあるんですけど、仙台とか本当に2人議員さんがいらっしゃっていて、実際に保護者の方が質問した時にこういう風な応対がありましたみたいなやり取りをしていて、やっぱ熱心な方は素晴らしいなと思うことが多いので、ぜひ心配せずに声をかけてもらったり、親の会とか勉強会を通じてなんか一緒に仲良くなるとか、そういったことができていくと良いなと思います。ねえ、だけどそのさっきのね動画にあったようにシムケールさん、シムケールさんみたいなこの、まあ、相談員の方もねいるわけですよ ね、 そ う、 ですね。そういう方に、まあ、出会った場合は事例みたいなのあります、今までの過去の事例で。そうですね、こっちがいいですよって言われた時になかなか言い返せないっていうのもあるし、なんかそういうもんだって思ってしまう親御さんとっても多いんですね、その時に大事にできたらいいなと思うのが、一つ前にお伝えした前回ね、モヤモヤ整理シートってのがあるんですけど、私が保護者の方とこうワークショップをしてよかったって呼ばれるところが、例えば専門性が高いからこちらの学校があって、まあ本当によく言われるんですけど、モヤモヤ整理シートの4番に、子どもには先生から学ぶだけではなく、いろんな友達と助け合いながら学んでほしいっていう項目があってですね、これもやっぱりインタビューしたお母さんから言われたんですけど、普通の小学校行った時に40人に1人なわけじゃないですか。でそれを少ないと感じるのか、いや保育園に行った友達は、まあ、うちの娘だとバイトとあーとかだって喋っちゃうけど、一緒に保育園時代育った子はあーとかだで何言ってるか分かってくれるわけなんですよ。その子ね、よく知ってる子がね、何をしたいのかが分かっているので、人数が少ない中で初めての言語の会話なのか、いやうちの娘分かってる子の十数人と一緒とどっちがいいのかみたいな感じで、子供のことを踏まえたりだとか、たとえその支援学校みたいに手厚くて人数が少なかったとしても、マンツーマンにやっぱりなりにくいことがあるので、そうした時に、隣の子にこう一緒に話しかけながらやるのかっていうのも教わる中の一つなので、その授業っていうのとか社会性とか学校の中で学ぶっていうのは先生だけじゃなくて、そうですよね、友達から学んでんですよねみたいなところにハッとされる方が多かった。学校って確かに学力とか身辺自立とか言われるじゃない、この時期って特に。もっと先を見た時に何が大事かなと思った時に、今ゆちかさん言ったのは社会性とか、あとコミュニケーション、そうなんですよね。コミュニケーションの方法って経験していかないとね、ロールプレイだけじゃなかなかね、そうそうそう、身につかないっていうのはすごく思うから、やっぱり子どもの中でね、助け合いながら学んでほしいっていう、これすごく大事な項目だよね。で例えばシムケールさんに支援学校ですって言われた時に、いやいやうちの子どもって社会性とか子ども同士で学んでほしいのかなって一回考えて、いや違うって思えばもう一回元に戻ればいいと思います。そうだなと思ったら行ってもいいですし、あとはその通常級と支援学級とかで悩んでる方とかで張って言われるのがですね、7番が給食掃除係活動朝の会のは特性が似た子をどうして活動するのがいいのか、それともみんなと一緒に活動してほしいのかみたいな時に、そうですよね、ファミレスって関係なく一緒に食べますもんねみたいに言われたお母さんがいて、なのでご飯を食べるっていうことはその外のお店だと一緒にやるのに、そうか分かれてるっていうのはいいのか悪いのかなみたいなのをそこで振り返って、もちろんその食べるのが落ち着かないから一人で食べるとか少人数で食べる方法を使う方はその方がいいと思いますし、いやいや全然うちの子一緒にファミレス行って食べてんじゃんって言うんだったら、それはもう一緒に食べればいいと思いますし、そうだね、いろんな人の中でそういう生活としてね身につけていくってことかな、はい、ありがとうございました。本当ね、いろんな人と出会っていて、もちろん多くは相談員さんいい人もいっぱいいるので、皆さんの中でねこういろんな経験を重ねていくと思うんですけれども、一人で悩まないで、はい、みんなに相談してください。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。